皆さんこんにちは。こんにちは。タニッチです。カメナルナルナルです。今日はボンボンメンバーで学校にお泊りなんだけど、雪やばいの。みんな自撮りしてるけど今ねえ、来て早々まだ建物の中に入らずとしてみんなで遊んでます。イエーイ、雪イエーイイエーイ。雪始めてきた。見て、これ雪だよ、すごい。あー貴様ちょっとそこに立て。お前、許さん。お前、何だ。おい、来るな。そんな、誰だって。大丈夫、これ3回目です。大寒いよ、濡れたらそれ。超寒い。どっちも来たから。これがナルのパーカーで、こっちが、イッチの T シャツです。公平にやってるから。はい、なるな、収穫旅行だぞ、今日は。イエーイ、これが勝者の元に届くと思ったら頑張ります。僕が作りました。2人で作った人の顔が分かるし。ああ、そうだね、こうやってシールである。そう人参、玉ねぎ、じゃがいも、豚肉。 OK、 業者の仕方は25、26、26。はい、こちらが搬入分ですね。はい、どうぞ。すいません、どうも、いつも、はい、いつもありがとうございます。はい、はい、はい、よろしくお願いします。今日の玉ねぎちょっと傷んでんじゃないの。そうですね、ちょっと台風とか来ちゃったんで、はい、本当にすいませんね。はい、ちょ、こればっかりは僕らはちょっとどうしようもできないんで。ちゃんとしてよ、ほんと。いや、はい、すいません、はい、大丈夫です。じゃあ、あっちであれやって、はい、あ、はい、今日も綺麗ですね。あ、どうもどうも。はい、こればっかりは本当に僕らじゃマジで。あ、見て、まあ、ちゃんと見てこい。すごい怖い。気をつけてよ。めっちゃ痛い。あ、隣の玉ねぎの感じすごいね。あ、確かに。めっちゃ痛い、見てください。悲しくて泣いてるんじゃないんです、これ。しびるんです。しびるんです。全然平気です。コンタクトでガードされてるんで。聞いた、若い証拠だって。え、痛くないの。わあ、残念だわ、それは。若い証拠だわ、俺、うん、めっちゃ痛いもん、めっちゃ涙出るし。まあ、これがベテランの技というか、やっぱ熟練の匠の技なんですよね。技まだね、鉄が多いね。一ナルはそのカラコンとかしてるイメージじゃないなと思って。なんか似合わなくて。え、いや、違う違う、多分今でも自然のやつめっちゃあるから。あー、ただただなんかこう自然に大きくなるみたいな。でもダメだこれ。りょうち、なんかあったの。話聞くよ。悲しいの聞いて。誰も見てくれない。誰も相手してくれないです。これ水でやった方が早いよ。水水にさらしながらスーってやった方が早いよ。先言ってよ。目も痛くなんないよ。先言ってよ。イッチ、そんなことするなんてひどい。イッチがよく流した。あ、だってヨッチがあれしたこと巨乳巨乳って言うから。イッチ、それは現状。うお、すごい、見てください、裏技ですよこれ。これ伊藤家の食卓ですよこれ。涙も出てこないです。はい、できた、めっちゃすごいこれ。先言ってよ。あれ、早く早く。あ、すいません、すいません。あれ、バイトの子。あれ、私ジャガイモ切ってた気がするんだけど。あれ、バイト遅いよ。あ、ジャガイモ切ってくれてる。あれ、私のパートナーいないな。店長、あの、僕、ジャガイモに、あの、転職します。ジャガイモに転職する。はい。ジャガイモでも今、人埋まってるって言ってたよ。いや、新しい転職するって。新しい新人連れてきたんで。あ、はい。もう、ジャガイモの芽は取ってくださいね。ジャガイモの芽は、うわ、これは時間かかりますね。これをやっても、ジャガイモ今日なんです。あ、もう、僕、玉ねぎになったんで。よいしょ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 。なんか魔女の料理って感じです。爪を煎じて入れて。これ嫁修行だから。嫁修行、これが、はい、花嫁修行。花嫁修行、なんか花嫁になりたいんでしょ。はい、私素敵な花嫁になりたい、ね、ゼクシーばっか呼んでたら無駄なの。こうテコの原理で送り出してこうひねる、ね、テコの原理 で、 で、 あ、すみません、にやけない。そう、真顔で、はい、そう、テコの原理で押す、ひっくり返す。テコの原理で押す、ひっくり返す。テコの原理で押す、ひっくり返す。お待たせしてたよ。こんなカレー作りは嫌だ。みんな見て外。え、何しみたん俺。
かがいる。ねえ、あの人どうしたんだろう。なんかあったのかな。あの人やばい。あの人入れちゃダメだよ。温まる。温まるね。幸せカレーです。いや本当に美味しい。イエーイ。ドミちゃんが苦手な人参食べれました。うまいって。人参食べれるようになりました。残念。当たり前だよ。よっつって柔道対決してて勝てないかなと思ってたんですけど、全然当たってないここ。ここずっと当たってない。想像以上の雪が降ってて、やばい。今ニュースにもなってるらしくて、母ちゃんがいやあんたたちが来てるとこのニュースになってるよみたいな、官邸が記者会見開いたんですね。私たちは元気に頑張ります。遠慮のない穴の開け方これ。ね、よくあったけどね、こういう机に穴開ける人。ただこれね、貫通しちゃってるから、ポコーン言うて。あー、いいな、すごい美味しそうね。うるさいやつが来ました。うるさいやつがね、うるさいやつが来ました。あれだけやっぱ出しゃばってるから、歯も出しゃばってこうやってバーってね、こう出ちゃうんですよ、やっぱ。美味しそうだね。ね、すごい、ちゃんと、ちゃんとした。すごいバランス取れそうなお食事。なお、なお、なお、なおき、なおき。あ、見て、グレイが好きだったんだ、この人は。グレイ。グレイ。ファミリーじゃん。ファミリー。ファミリー。見て。3年間ありがとう。さ、オリオン座、オリオン座刻んでる。オリオン座、うまい。みんな、ちなみにここにカメラあるからね。一番、僕が近い。私が一番小顔。確かに。おはようございます。お見てください。ボンボンの朝がやってまいりました。トリース。おはようございます。おはよう、おはようございます。2日目の朝です。もう起きてからね、あの3時間以上経ってます。そう、6時もう2本取ったんだよ。もう2本取りました。5時40分起きです。で朝ごはんも食べて、そう、うんこも出してそれに元気。え、ちょっと何日言うの。秘密って言ったのに。俺を映してみろ。逆光で俺を映すまい。今のカメラは映るんだな。悦子さんやられました。あ、今日の主演だ。みんなちゃんと授業やってね。そんな感じ。あー、まあ普通な感じだった。あー、何も感じない人。イエーイ。お昼ご飯を食べて、これから最後は外。でも寒いし眠いしでちょっと大変だった。みんなね、こまめに寝てる。そう。おー、またなんかやってる。どうされたんですか。もう手遅れですか。死んでる。あなたは AED を、あなたは病院を。息を吹き返しません。手遅れですね。あ、なんか言ってる。あ、なんか、あれ、生きてるかもしれないです。あ、私の放った矢が、あれ、私の上に放った矢が、ああ、大変大変。どうしましょう。どうすればいいですか。大丈夫ですか。あ、なんか、あ、やばい、逃げなきゃ、逃げなきゃ、逃げなきゃ。あっ、広いね。すごい、私こんな立派な鎌倉初めて。やっぱあったかいね。なんか風通さないし、音も通さなくない？そう、音がない。すごい、なんか雪ふわふわだからなんか見栄えがいい。写真撮ろう。写真撮ろう。電車じゃん。電車？電車。ブッブー。すごい。俺鎌倉入ったの初めてだ。私も初めて。雪国なのに。いや、そう思われがちなんだけど、鎌倉作ったことないんだよ。へぇ、あ、そうなんだ。そうだよ。なんかちっちゃいのは作ったことある。人一人入れるぐらいの。あー、
だけどこんな大人数が入れるような立派なやつは初めてです。ねえ、こたつ置きたい。こたつ作ってください。こたつください。こたつ作ってください。あれ